暑いですよね。適応策っていうとなかなか難しいんですけど、私今5歳と3歳の娘がいるので、はい、とにかくこの外で遊ばせられないっていうこの暑さで、水遊びできないし、うん、プールもできないじゃないですか今。そう、最近プールもね、できないんですよ、ね、ダメな日が多いですよね。できないんですよ、うん、もう本当にこの夏は本当に長くて、それを身をもって体感していて、で最近うちの近所に渋谷区なんですけど、高架下が再開発されたんですよね。今までこう駐輪場だったんですけど、そこにこうまあ屋根ができて、でカフェスペースがあったりとか、ちょっとお弁当食べられたりとか、でトイレもあって、こうレンタルスペースみたいなのがあって、涼しいんですよやっぱ日陰に入ると。で子供がいるとやっぱりこうずっと中で遊ぶっていうことは結構不可能で、外に出たいってなって、でなんかお腹空くじゃないですか。そうするとちょっと木陰に入ってお弁当食べられるってすごい助かるんですよ。で意外と都心とかにいるとそういう場所ってなくて、木陰とか緑とかっていうのを結構うまく利用したスペースっていうのが最近ちょっと増えてきてて、まあ、そういうの適用してなんとか子供と遊んでるかなっていう、適用してます？してますよ。もうひたすら自転車で通勤して、はい、お昼はこう野球して汗かいて。野球するんですか？はい、そう、汗かかないと、土日に試合があるんですけど、はい、スタートが10時とかじゃないですか、で12時とかと思うので、立ってるだけで大変なので、いかにこう自分をこう暑さに慣らしておくかっていうのが、もうそこの勝負です。そうですよね、はい、まずご自宅のハザードマップを見るかとかあります、はい、でうちの住んでるところは、結構ちょっと高いんですよ。で都内も浸水区域ってすごいいっぱいあるんですけど、はいはい、やっぱ建物建ってしまって、みんなそれ分かってないんですよね。で割と新しく住んでくる人たちなので、あんまり過去の災害とかよく分かってなくて、はい、さハザードマップ見てますかって言ってもね、みんなほとんど見てないですよね。で私はやっぱり言う立場なので、一応自分 の渋谷の住まいと、まあ、実家の埼玉のハザードマップとか見てますけど、まあ、それは災害に対する、まあ、最低限の適応策ですよね。あとあれはどうですか、例えば住む場所は大丈夫だけど、うん、はい、最近はその台風来て災害起きて停電オークションですよね、うん、あ、そうですね。そうすると前の千葉の時には熱中症増えちゃったりとか、なので高いところ住んでても停電になった時にさ数日過ごせるかとか、そういう備えも大丈夫ですか？貯蓄ですよね。だから水とか食べ物とか、はい、それこそ充電とか、うんうんうん、暑い中どう過ごす、そうですね、暑い部屋どう過ごす、はい、一応その辺もしてます。バッチリじゃないですか。いやいや、うん、だからみんながやってくれてたらいいんですけどね。それは僕の中では適応としてはまず最初のステップ、できることじゃないですか。だって考えて買っといて、万が一起きた時にどう逃げるか、もしくはご自宅が大丈夫だったらそこでどう過ごすか、うんうんうん、そういう過ごせば大丈夫なんですけど、そうですね、まあ、うちは関係ないって人が多いから。例えば最近修士号を取られたと。あ、卒業見込みですね。見込みで、見込みで、はい、ありがとうございます。どういう研究さんだか少し教えていただけますか？研究ですか、はい、これはですね、気候変動問題についてマスメディア、うん、日本のテレビ放送がどのように伝えてきたのかっていうのをテーマに研究したんですよ、うん、今まで気象っていう割とこう短いスパンのことを見てきたわけですけど、災害とかもね、もちろんその、まあ、背景にあるその温暖化とか地球温暖化っていうものに対するなんかこう日本の遅れみたいのをすごい感じたんですよ、ニューヨークに行って。もうデモ、とにかくまずデモ行進 の人数とかもすごいし、その研究者だけじゃなくて、その教育の人とか若者とか先生とかもいろんなジャンルの人が、まあ、そこに本気になってこう声を出していたりして、まあ、これなんかやっぱ気象予報士として日本に帰った時に何かやらなきゃいけないっていうのは思ったんですよね。その時にやっぱ気象予報士はまあその地球温暖化とか気候変動の専門家ではないし、なんかそこと対等な立場でというか、今からその科学者になることはできないけれども、それを伝える一人としてもうちょっと専門的な知識を
取得しないと誰も私の発言聞いてくれないなって思ったんですよ。で実際そのワークショップにもそのIPCC のに関連する方だったりとかその海外の科学者っていう人たちも参加してて、でそういう科学者たちともうちょっとこう対等とは言わないけれどももうちょっとこう理解した立場で話したいなって思ったんですよ。その時に博士取りたいっていうふうに思って、それがきっかけなんですよね。やっとそれがまあ2年前に、博士を取るために大学院に入ることができてって、まあ、割とこう長い間の夢ではあったんですよね。まあ、そこでまあ研究テーマとして、まあ、私のできることってやっぱメディアがこう発信してきたことっていうのをやっぱりどういうふうに発信してきたのかなっていうのをちゃんと振り返ってこう、まあ、論文にするっていうことは一つ大きな仕事かなと思ったので、まあ、このテーマを選んだっていう感じです。まあ、日本のやっぱテレビ放送は、まあ、徐々にやっぱりこう災害も多い国なので、まあ、災害報道っていうのはもうすごく充実してますよね。でもやっぱりそこから踏み込んだその、まあ、異常気象と気候変動の関連性とか地球温暖化との絡みっていうのはやっぱりまあほとんどされてなくて、まあ、近年少しずつ変わってはきてるんですけども、やっぱりその災害が発生するまでなんですよね。でその背景にあるそのバックグラウンド その大きな大元となっている理由っていうものを結びつけて放送するっていうのはやっぱり全然できてなくて、それはやっぱ海外に比べてできてないっていうのは分かりましたね。だからその辺はまあ、マスメディアで仕事をしてきたり、まあ、これからもやっぱりすることがあるっていう自分にとっても変えていかなきゃいけないとこかなとは思いますね。もうちょっとこう気候変動ってやっぱり10年先のことをこうやりましょうとか言ってもやっぱり行動にが伴わないとか、どっか我が身事でないっていうところが、まあ、こう長年ずっと言われてきてる中で、まあ、もうちょっと短いスパンのことですね。季節予報ですよね。企業とか自治体もまあ、少し先のことなら見据えて行動できるっていうのがこの数年ですごく分かってきたので、そこの季節予報とこう社会実装を結びつけるっていうことをやりたいなっていうのをこう最近思ってるんですね。で、まあ、それが結果的に長いスパンのことともまた関係していければいいなっていう、まあ、適用とか対策の面でできることっていうのが、まあ、季節予報から見えてくるところでもあると思うので、ちょっとそちらの方を博士ではやって、まあ、専門的な知識つけたいなって今思ってます。2016年の8月に A プラット公開しまして、その時の記念シンポジウム来てたけどもありがとうございました。いやそうですよね。であっという間にもう7年経ってますけど、あっという間どうですか。まあ、国も、まあ、報道も災害の対策はもうもっと強化していこう、で放送ももっとこうシビアにこうやっぱり危険性を伝えていこうっていう、まあ、そういう時だったんですよ。っていうのが少し変わってきたことと、災害報道は強化するけれども気候変動に対しては、まあ、そこまでは言及しないっていうようなことが変わらないこと、うん、まあ、自分の中では、まあ、大きな変化としては親になったんですよね。でなんかもっとこうそのまあ対策とかしていくことが明るい未来につながるっていうことを言っていかないと若者たちこれ元気なくなっちゃうなっていうのを感じたし、自分の子供たちにもやっぱりこうポジティブなところを伝えなきゃいけないっていうことは思うようになって、こうきちっと対策適用していった上での明るい未来とかそういうところは両方伝えていかなきゃいけないっていうのは変化したところかなと思います、自分の中で。こう一般から見るとこう報道ってこう非常にこうシビアなところとか、例えば世界で山火事が増えているとか、うん、はい、大洪水が起きたとかってい こう一番こう危なかった事例とかを出して、うん、こう伝える気がするんですけど、今のお話だとそれだけじゃ足りないということですかね、はい、もっとポジティブな、それ伝え方難しくないですか。難しいです、うん、そのリスクだけじゃなくて、うん、なんかその先にある未来みたいなポジティブなところって難しいんですよ。難しいから報道でやっぱ伝えられてないんですけども、そこを変えなきゃいけないなっていうのは
今すごく思っているところで、例えば講演だとか大学の講義だとか、もうちょっとこう少人数を対象にそれ伝える機会があるときにはそこを意識するようになったっていうのはありますかね。ウェブプラットも2016年に公表したときには、はい、全然適用の法律とかも考えてなくて、まあ、研究成果をどう、まあ、一般に使ってもらうのかっていうぐらいのレベルで考えてたんです、まあ、それが、まあ、そのキックオフ来てもらいましたけども、しかしその後急に2018年法律もできまして、で我々国立環境研究院教員の適用センターもできまして、でその適用を、まあ、推進すると、そういう意味では今おっしゃったようにその理解してもらうっていう、広く理解してもらうじゃなくて、もう我々はそれを適用取り組むっていう、こう下支えじゃないんですけども、やることになりまして、それでもうすでに今年で5年目になったということで、すごい動きが早かったんです。で早かったのは今思えばそのやっぱりいろんなところでも災害が起きる、毎年のように起きるっていうことが、それこそ何十年前に温暖化といっても本当に暑くなるのかとか、2100年の影響と言われてもどうせ生きてないしとかって、いろんなその大きな時間的なギャップがあった中で、やっぱり日々その暑い災害が起きるっていうことをある程度やっぱりいいことではないんですけども認識されつつあると。でそれが全ての関係する人たちが自分たちの分野では何とかしないといけないということがあって、日本ではやっぱり特殊な、日本ではというか世界の中でも適用だけの法律って少ないんですけども、それができたのは2018年だったんです。なので多分今おっしゃったようなその理解と裏でこう地道に適用やらないといけないという動きも今やりつつあるというのが現状で、ただだからといってその地域の教員の適用センターができたんですけども、なんで適用するのとか、緩和やらなくていいのとか、もうそういう理解からなんとか解き起こさないといけないので、なかなか一長一短ではないんですけども、そういう活動もしつつあるというのが我々センター活動なんです。じゃあ井田さんの今後の展望についても聞かせてください。はい、まあ順調にいけばこの後、まあ、博士を取りたいっていうのがまず一つの目標で、まあ、それは、まあ、気候変動というものを見据えながらも、その季節予報ですね、こう数ヶ月とか半年とか1年っていう、まあ、今割と予測精度が、予報精度もしっかりとこうしてきたものを使って、それがこうどういうふうにこう社会に役立っていくのかっていうのを、まあ、研究し、それをちゃんと受け手の人たちに伝えていく、できちっとその行動まで結びつけてもらうっていうことを、まあ、たくさんこう全国各地で事例を作っていきたいっていうのがあります。でそれがまたあの20年30年とか、まあ、2050年超えてきた時にもちゃんとその気候変動に対策できたり適応できていくっていうことにつながっていけるように、あの自分がこう行動していく立場でありたいなっていうのは私の目標ですかね、今の。適用センターを今後どうされていきたいですか。そうですね、やっぱり今適用の準備、メンバーも揃って体制もできてきたんですけども、やっとそこでスタートライン立てたので、適用に向かってその適用と山に登るときにいろんな道筋を作ると、いろんな役割があるし、いろんな立場、いろんな状況があるので、そこに我々適用センターがこうちゃんと示せるような、この道を行けば適用に通ずるよっていうような我々の活動と日本の適用の状況をしていきたいと思います。